先週の18切符で東北向かいます。はい、ああ昨日は阪神負けてマジック消えました。残念残念。本日どう保存するためにこれ上からこれしてあるんだ、外側から。いや別にするで。おはようございます、2日目の朝です。今日は、東北回れるだけ回って観光します。レッツゴー、レッツゴー。阪神負けちゃったあーもう荒いさんね、ちなみに割と朝早くからの仙台の駅の中で営業しているレンタカー屋さんがあったので、そこで車を借りました。ね、よそだったら8時半とか9時からしか借りれんし、で返すの7時半で帰ってきて、うん、ここは7時半から借りれて、で夜も9時ぐらいまで、9時とか10時かなんかまあまあ借りれるんやけど、他のレンタカー屋さんは早いんだ、返す時間がちょっと19時とか書いてあって、営業も19時だからっていう、ちょっとプチ情報でした。
駐車場こっちまず第一駐車場秋って出てるからそこが一番近いんかな。そらせ、うん、目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間42分。第一駐車場こう左側へ正面いいスタート率が良くなりました。今回はエコ運転でした。はい、中尊寺到着。はい、はい、どっから行くの？どっから行くんだよ。どっちや？月見坂に合流しますって。こっち側から行こうか。え？これ坂しんどいわ。なやめといたら？いや、やめへんよ。意味いいよ。もう出たなファービー。あの、やっぱり坂やったこっちの。これか。雰囲気や。取ったろか入って。え？取ろか取ったげようか。いらんわ。立ち往生、弁慶の立ち往生。これや、弁慶堂。弁慶の立ち往生の学校かい。この堂、通称弁慶堂という運勢くねの再建かこれ。藤原時代五万鎮守のため不全の神として本尊昇雲寺堂菩薩。これが中尊寺弁慶堂の御朱印です。達筆屋の子。あ、昨日って書いてある。いや、こういう書き方する。今日31日やから。ああ、これはすごいな。うわ、弁慶のお寺な。だからと縁がある寺なん、作ったのはあの奥州の、うん、奥州の藤原氏藤原さんだ秀平で、それがあの義経をこのほらあの頼朝に追われたその義経をかくまったのがそのこの中尊寺を建てたその藤原の秀平なんやけど、秀平が亡くなった後その息子が、やっぱり頼朝 の, この要求を飲んでしまって、ほんであの義経一行を攻撃っていうか、まあ、討ち取りに行くんだ。その時に弁慶は義経をかばって立ち往生って言って、死んでも倒れんとずっともう体中にいっぱい、いや刺さってる、うん、そう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 、俺もこうやって隠れて、いや刺されて守ってる時あ、なに私が弁慶ってこと？
私が弁慶であなたが義経ってこと知らん知らんて奥の細道店やってるそう、あの松尾芭蕉とも縁があるからな、ここ奥の細道店やってる。まあ今で言うたらでも奥の細道ってあのルルブみたいなあのこう旅行情報誌みたいな乱暴な言い方やけど、なんて乱暴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 そんなことした覚えがありません。そんなことした覚えがありません。青のポッセ、あ、綺麗やな、ね、中尊寺、綺麗な。また立派な貨物やね。金色堂、こっち行ったら金色堂、中尊寺ってあれやな、あの拝観料がいらんのやな、お寺や、結構いろんなお堂があるな。なんかこれを作った時にその奥州の藤原氏っていうのはすごい勢いがあったんや、だから頼朝もそう簡単にも手が出せんかったんで、一瞬勢いそうね、じゃあね、そうね、歯は剥げてきてますよ、剥げてません。こっから入んの、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、これ保存、金色堂保存するためにこれ上からこれしてあるんだ、外側からほんま金な、うん、この中に金色堂が、金色堂、金色堂、金色堂カメラでは撮れんのよな、ちょっとあかんねん、外側だけ、残念ながら中は撮れないので、日本内は静かになります、撮影録画することはできません、はい、ではここまで。さっき、藤原の秀平って言ったけど、秀平ではなくて作ったのは清平、藤原、清原じゃねえ、いいや、そう、そう、清原か、清原じゃありません、金色堂の御朱印、芭蕉、奥の細道、芭蕉、お友達ですね違います、見て見て見て、これ見て、これすごい、これ俺が行ってた小学校こんなやったわ、え、そうなんや、うん、あ、木造やったん、木造やで、木造、そうそう、こんなんやった、こんなんやった、明治、明治多分40年代か30年代にできたやつ、うん、はい。
ずんだアイスです。買ってみました。岩手県は済んだとコンプリートで、というわけで松島に戻ります。戻るって変やな、まあ、松島に行きます。そこなんか駐車場っぽいのが見える。そこの家と家の隙間にあの白い車が止まっとる奥にな、車がいっぱい見えるんやけど、それこのしこれ、ね、信号曲がったとこかな、これ。これこの信号を左です。これうん、あーなんかあるな、うんうん、ほらほらほら、これやな多分。遊覧船案内所ってのある。目的地に来たよ、来たよ、松島。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間23分です。運転お疲れ様でした。松島来ましたよ。綺麗なとこやな。先、あれか、橋が見えた。あそこに渡れるんやな、橋で。めっちゃ綺麗やの、これ。すごいな。あそこの橋であの島渡れるみたいなのが一番大きい。これすごいな。これは綺麗やわ、すごいわ、絶景やわ、確かに。この松尾芭蕉がこれを見て言葉をなくしたという、あのそれで読んだ俳句が、あのもう松島や松島ってしか言ってない、あの、うん、あのその気持ちはなんか分かる気がする。まあでもそれ維持費に今当ててるんじゃん、まあ、綺麗にしたり。まあ、あそこと一緒やん、浮見堂と。ちょっと写真撮りたいな。
あこっち側から見たらまたちょっと違うんだ、うん、だからこういうのがいっぱいあるんやろ、このそうやろうな、うん、こういうのが、こういう島がいっぱい。まあ多分そういう。そういう回り方する人も多そうやな、多分弁財天行って引き返すみたいな。なんかサバイバルやってたもんなだって泥だってこんな綺麗なんじゃなかったし、あのわあ。これはあ、これが弁財天。いやー、綺麗やな、これは。なんか九十九島みたいや。うん。あ、う、あ、ん。が十分見える。うん。船乗らんくてもな。え？こういうのとこで大概弁財天があるなと思って、ああ、うん、やっぱ水と関係してる神様、あれ弁財天って音楽の神様だったけど、知らん、なんか楽器持ってんな、うん、持ってる持ってる、なんか水の神様でもあったんかな、三味線か、うん、なんかあの琵琶かなんか知らんけど、
食べて。これ、はい、東北最終日、青葉城の跡地に来ております。この際は、メルトニス様に黄色い線の内側にお戻りください。